傷ついた男は、1983年のフランスのドラマ映画。監督は、パトリース・シェロー、出演は、ジャン・ユーグ・アングラードとビットリオ・メッゾジョルノなど。日本では1993年に公開されている。第36回カンヌ国際映画祭出品作。当初は、ジャン・ジュネの泥棒日記の映画化をするつもりでいた、パトリス・シェローが、権利等の問題で、断念せざるを得なくなり、小説、僕の命を救ってくれなかった友へで知られ、1991年に、エイズで死去した作家で、写真家のエルベ・ギベールと共同で脚本を執筆し、監督した作品である。芸の世界に身を投じることになる主人公の青年に、当時はまだ無名に近かった、若かりし、頃のジャン・ユーグ・アングラード。共演は、季節の狭間で、のビットリオ・メッゾジョルノ。他共演は、ドニラ・バンが、端役で出演している。制作は、クロード・ベリ。家族と駅まで妹を見送りに行った18歳のアンリは、ボスマンという、太った、中年男につけ回され、逃げ込んだ駅のトイレで、暴力的な警官ジャンに出会い、やがて彼に惹かれていく。だが、ジャンという男は、エリザベートという女がいながらも、ボスマンの愛人でもあった。そんな彼との出会いで、やがてアンリも無軌道な芸の世界に巻き込まれ、身を汚していく。ありがとうございます。